これ看板修正するといいな。Thank you.
あ、これはいいんだな。あ、テス、テス、テス。
テス、テス、テス、パッパッ。OK だね。やぐら。哈哈，这关哈哈哈，这不在搞他这，今天不接来上班，上班不落啊。今天不得还接你呢，上班今天来上班。よけるけど、まあ、それで対応してくれんかったら、今回はだからやめたるし、それでもいいけど、困るならええわ、近い。
っとおかしいんだけど。ご苦労様です。
第20回羽黒の夏祭り開始をさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。申し遅れました。本日の司会進行を務めさせていただきます佐伯でございます。何分にも不慣れでございます。皆様方のご協力最後までよろしくお願いをいたします。それでは最初に羽黒地区コミュニティ推進協議会会長横井浩一より挨拶を申し上げます。会場の皆さんこんにちは。また来院として犬山市長をはじめ大勢の方ありがとうございます。さて羽黒のコミュニティもこの夏祭りを開催して20年になります。会場を見てください。この20年間の間にこのコミュニティがたくさんの祭り用の財産ができました。
今日はそういった面で全てのものを今まで蓄積したものを披露しております。特に、真ん中のヤグナなどはこれも宝くじの助成金で作ったものであります。いろいろ見ていただくとよくわかるんですが本当にありがとうございました。それではただいまより、この羽黒祭り20周年を皆さんと共に盛大に楽しく行いたいと思います。皆さん楽しみましょう。ありがとうございました。続きまして羽黒地区町会長会会長大井様お願いいたします。皆さんこんにちは。お暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。平成28年度の羽黒地区町会長会の会長を務めております大井正夫と申します。どうかよろしくお願いいたします。羽黒地区町会長会もですね、羽黒コミュニティさんと共催ということで羽黒夏祭りを開催させていただいております。町会長会の皆さんも、2日前から一生懸命、暑い中準備をさせご協力をさせていただいております。いよいよ皆さんが楽しみにしております羽黒の夏祭りいよいよ開催でございます。どうか皆さん楽しんで2日間、安全にお過ごしください。どうかよろしくお願いします。ありがとうございました。続きましてご大変お忙しい中ご出席を賜りました来賓の皆様方よりご祝辞をいただきたいと思います。はじめに犬山市長山田様よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今日はね、もう毎年恒例のこの羽黒コミュニティの、この夏祭り本当にね、いつもながら盛大に開催していただいて、本当に素晴らしいことだと思っております。まずはねこうして長年にわたってこの夏祭りが続けてこられた、横井会長はじめ地元のコミュニティお骨折りをいただいている関係者の皆様方のそういったお力添えのおかげです。本当に皆さんのお力添えに感謝申し上げたいと思います。でこういう祭りがあるということ本当にいいことだなと思います。参加する場がある、活躍する場がある、だから楽しいんです。楽しいからこの地域に住んでよかった、住み続けたい、住んでみたい、そういう思いにつながっていくものだというふうに思っております。ぜひこうしたお祭りが多くの人たちにとっても、有意義なそして楽しい時間になっていくこと、ご記念申し上げまして簡単ですが挨拶をさせていただきます。皆さん大いにお楽しみください。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは続きまして犬山市議会副議長吉田様 お願いいたします。こんにちは。犬山市議会を代表しまして、地元市橋市議員の許可をいただきましてご挨拶させていただきます。本当に羽黒のこの夏祭り毎年見に来ておりますけども、20周年ということでおめでとうございます。本当に見て楽しい、参加して楽しい、皆さん踊って、さらに地域のほとんどの人たちが参加し、いろんなコミュニティコミュニケーションしながら、町を全体を考えていく、素晴らしい羽黒の、夏祭りでございます。今日も皆さんで大に楽しみながら、の